みなさんこんにちは。高尾 GPC の遠田先生です、えー。そろそろ高尾ポトキャストのお時間です。みなさんは元気にしていますかスラバヤは今日も暑いですよ。みなさんのところはどうですか、えー、初めての日本語ポトキャストなんですけど、最後まで頑張って日本語で話してみます。 今回のポッドキャストのテーマは日本に暮らしてた時の大変なことです。日本に暮らしてた時の大変なことを皆さんに共有したいと思います。私は2015年から2016年まで千葉にある神田外語大学に留学していました。2015年の9月1日に日本に着きました。 その時はね、初めて飛行機に乗ったので、ちょっと怖かったんですよ。でも日本に行くことにすごくワクワクしていたので、その怖さも消えていきました。一年間ぐらい、えっ、ー、と、マコハというところにある大学の寮に住んでいました。寮のルールはとても厳しかったんですが、寮の大家さんがとても優しかったんですよ。 誕生日を寮のみんなで一緒にお祝いしたり、同僚生と毎日日本語で喋ったり、一緒にゲームをしたりして、寮での生活はとても楽しかったんです。いろいろな国からの友達もできたし、日本の習慣も直接感じられたし、日本に留学したのはすごくいい経験になりました。 しかし、日本での生活は良いことばかりではなく、大変なこともありましたよ。イスラム教徒の私にとって、やっぱり公共の場所でハラルの食べ物や礼拝場所を探すのは難しかったです。 神田外語大学の職人という名前の食堂には、ハダルランチとムソラがあったんですけど、観光地とか外に出かけた時は、お祈り場所がほとんどなかったので、だいぶ困りましたね。ハラールの食べ物とは、どんな食べ物ですかという質問があるかもしれないので、ちょっと説明しますね。ハラールの食べ物というのは、豚肉や豚油、ゼラチン、 アルコールが含まれていない食べ物のことなんです。日本の食品にはほとんど豚油やゼラチンが入っているから、スーパーなどで買い物するとき、材料を必ず確認しないといけないです。あと、レストランで食事するときも、店員さんに直接確認した方がいいですね。この料理には豚肉とかアルコールが入っていますかと聞くのがいいと思います。 でも、東京や大阪などの都会に住むのなら、今、ハラルーレストランやモスクがどんどん増えてきているので、その心配はありませんね。あともう一つとてもカルチャーショックを受けたことがあります。それは、日本のトイレについてです。日本には、ウォシュレットがもちろんあるんですけど、和式のトイレもあります。和式のトイレっていうのは、 かがんでするタイプのトイレでウォッシュレットがついていません。トイレの後にトイレットペーパーしか使えないトイレのことです。そのことにとても私はびっくりしました。インドネシアでは必ずトイレの後に水を使うからトイレットペーパーだけを使うということに私たちインドネシア人は慣れていませんね。 でもね、日本に留学していた時、一番大変だったことは、父が留学中に亡くなってしまったことです。父は9月14日に亡くなりました。つまり、私が日本に来て、まだ2週間の時でした。その時は、インドネシアに帰りたかったけど、母がインドネシアには帰らなくていいよ。帰っても、父はもう埋葬されたから、と言いました。 インドネシアには帰れないし、日本では初めての学校の日だったし、とても辛かったです。父に最後に会えるように、ドラえもんのどこでもドアを借りたいくらいの気持ちでした。リオのお母さんは、私の父が亡くなったということを聞いたら、私に、今食べたいもの、行きたい場所があったら、教えてね。お母さんと一緒に行きましょうと、落ち着かせてくれました。 えー、確かに他の国に暮らしたらいいことと大変なこともあると思います。でも日本にいる外国人の皆さんや日本に行きたいインドネシアの方でも日本を楽しみたいという気持ちが強ければ大変なことも負担にならないんじゃないかなと思います。ということで初めてのポッドキャストの今回は私の留学経験について話してみました。 同じことを経験した方もいらっしゃいますか、えー、ぜひコメントに書いてみてくださいね。ということで皆さん引き続きの日本語の勉強を頑張ってくださいね。このポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。